あーどうもこんにちは。やめるやめる騒いでる底辺 YouTuber、 なかなかやめない、やめるやめる詐欺、いややばいんじゃないって話、マントリルだよね。 Oh yes、 そんだけで本日は、やめるやめる詐欺師カジーザジョーブレイカー、伸び悩んでるだけどね、やっぱりね、まだまだ努力が足りない。特にね、サムネイルセンスがね、俺から見たらやっつけ仕事すぎてね、いややばいんじゃないって話、マンドリルだよね。そんなわけで今回はロードバイクと絶景を融合させた映えサムネイルの作り方教えていくんで、よろしくマンドリル。今回使う機材はスマホとアクションカメラとハンディカム、どんな違いが起こるのか要チェックマンドリル。アナキッド画面、チャリンコ YouTuber ならまずロードバイクを大きく見せることが大事。そしてこのようにね、東京スカイツリーなど絶景ポイントに来た場合はスカイツリーも映えるように撮影しなくちゃいけないんだけど、いかんせんスカイツリーちっちゃいよね。そんな時この新荒北画面がやっている工夫、まあ、最近のスマホね、高画質なんで、まあ、このズーム機能を使って、ちょっと離れたところからズームすることによって、自転車もスカイツリーも大きく映すことができる。そしてね、サムネイルに文字を入れる場合は中心に入れるのか、右端に入れるのか、左端に入れるかによってこうやってアングルを変える。これがねサムネイルの作りの工夫です。でまあ絶景ポイントには来たんですが、皆さんお分かりですよね、これ逆光です。逆光なのでほぼシルエット状態になっている。これを、まずここからねサムネイルを切り取って使う場合、このままじゃね暗くてなんだかわからないということで、フォトショップであったり、Google フォトであったり、まあ、そういったところで補正をかける。そうするとどういう映像になるのか、こちらです。ズーム機能を使わないとね、余計なものがいっぱい映ってしまったり、まあ、自転車がどこのメーカーなのか、何のモデルなのかわからない、まあ、逆光でメーカー、モデル、わからない。だけどこれ補正をかけることでどうなるか。コントラストをいじることによってこのような鮮やかな映像になったり、逆光であっても車体をくっきり映すことが可能となっております。いや、やばいんじゃないって話。マンドリルだよね。続いてアクションカメラの映像でサムネイルを作ろうとしたらどうなるか。まあ、自転車の大きく映そうとすると、後方にある遥か彼方にあるスカイツリーはやっぱりちょっと小さくなってしまうよね。でまあこれでもまあ映えないわけではないんだけど、やっぱりこのスカイツリーを強調したいとき、なかなかねいいサムネイルが作れない。ただねこのアクションカメラね、高画質 4K もね普通に撮影してくれるっていうことなんで、まあ、サムネイル作りにはまあ大きに役立つことは間違いなんだけど、使い方によってはね、ほんと映えないサムネイル作りになってしまう。だからこういったね、こういった工夫も必要です。車体全体ではなくて一部を映すっていう工夫もね必要になってきます。さあどんなサムネイルができたのか見てみましょう。まあオズモアクションや GoPro、 ソニーアクションカム等はね、やっぱり高画質がゆえに補正をかけなくてもこんなに映えるサムネイルを作ることが可能なんです。いややばいんじゃないって話、マンドリルだよね。続いてこの新荒北画面がピンボケ映像を作ったりするのによく使っているこのソニーハンディカム、やっぱりねこのソニーハンディカムはデジタルズームではなくてこのアナログズーム、光学ズームということで、ズームしてもね映像が荒れないっていうところが魅力ですよね。ほらズームしても全然映像綺麗なままですよね。ここがやっぱりこの、ハンディカムの魅力で、もうこのデジタルズームじゃないがゆえに、もういろんなね、いろんなとこからズームしまくってね、この映えポイントを探せる。これがこのハンディカムの最大の魅力です。車体も背景のスカイツリーもこんなに映え映えな感じでね、撮影することができる。いや、やばいんじゃないって話。マンドリルだよね。俺はね、やっぱりこのハンディカムをこの一眼レフの代わりにね、使うことによって、映えるサムネイルが作れるんじゃねえかななんてね思ってるわけです。時々ねハンディカムでサムネも作ってる。いややばいんじゃないって話、マンドリルでね。さあどんなのができるかな。アクションカメラのような、まあ、このコントラストの美しさはないにしても、ズームをしても高画質を保つことができるハンディカム、いややばいんじゃないって話、マンドリルだよね。まずはスマホで撮影した画像を元に文字を入れてサムネイルを完成させてみました。こんな感じです。どうでしょうか。まあまあ、映えてるんじゃないでしょうか。
続いてアクションカメラで撮影した画像に文字を入れてサムネイルを完成させてみました。こんな感じです。まあ、広角がゆえにね、余計なものが映り込んでしまう。その余計なものに文字をかぶせて、逆にメインのロードバイクと東京スカイツリー強調表示させる、こんなサムネイル作ってみました。可能性は無限大マンドリル。いや、やばいんじゃないって話、マンドリルだよね。そして最後はソニーハンディカムで撮影した動画をスクリーンショットしてサムネイルを作りました。で、やっぱりデジタルズームではない光学ズームがゆえに、ズームしても映像が荒れないっていうことを利点として、やっぱりこの遠くにあるスカイツリー、そして近くにあるロードバイクを大きく映しながら高画質でサムネイルを作ることができる。この映像にさらに補正をかければさらに美しくなる。いや、やばいんじゃないって話、マンドリルだよね。カジーザジョーブレイカー、荒木高面のサムネ作り、参考になったかな。参考になったのなら高評価、チャンネル登録よろしく。マンドリル、それじゃあ貴様らみたいな底辺チャリンコ YouTuber にも良きバイシクルライフが訪れること願ってるぞ。次回の動画でまた会おう。あり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 アリベッデルチ、さよならだ。新荒木高面はクールに去るぜ。バイバイ。自転車 YouTuber って大物ばかり登録するだろう。でも一つ変なとこ入れとくとヤバい情報に出会える。ヤバい情報？荒木高面はヤバい。てん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 ててんてん、グリグリグリーングリーングリーン、くるくるくる、オファーくる、アイカンからのオファー受ける。ヤバヤバヤバい、チャリンコ YouTuber 荒木高面。